皆さん、こんばんはということでですね。はい、まさみりゅうほでございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうかということでね。はい、ということで、今日もは、来ました。ほら、ホワイトボードといえば、はい、そうです。まさみりゅうほのハンドネーム占いのコーナー、イエーイ、おーって来ましたね。ということで、今日はですね、誰かというとですね、結構ダイレクトメールが来まして、まさがみさんは、あの人のハンドルネームを占ってますが、あなたは一体どうなの？あなたはどうなの？って来たんですね。ということで、まさがみ流法行きますか。あのね、何にも考えずに、やっぱりね、こう、占い師だからって、まあ、人のお名前とかね、会社名とか考えるときはきっちり考えるんですけど、自分の名前は大体適当ですね。うん。どれぐらい適当かちょっとわかんないんでやってみますということで、まあ、画数見たことないんでね。まさがみ流法のハンドルネーム、まさがみ流法編こんな日が来るとは思ってみませんでした。ということでね。はい、ということで、まさがみ流法。まさがみ流法。OK, everybody!まず、まあは四画です。違うって言っちゃダメだよ。まあはね、1、2、3、くるっと待って読むんだよ。これ。こういうルールなの、占いのルールって。ちなみにね、例えばね、ちょっと脱線しますけど、草っていう字ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9画でしょ。でも、占い的にはね、この草冠は、こういう風に書くんですよ。わかる？6、7、8、9、10、11、12。12画なんですよね。で、違うんです。だから、占いの画数と、普通の、なんかね、国語で使う画数はちょっと違うっていうのを、ここちょっとね、大事なポイントだから覚えててください。はい、ということで、まあ、寄り道しますけど、さあは何か、そのまま、1、2、3ですね。がは5ですね。はい、みも、ほら、ね、こうくるっとあるんで3ですね。りは2ですね。言うはどうかっていうと、これも、二角だと思いきや三角なんですよ、これ。ねえ、はい。微妙でしょう。これ、プロでないとわからない世界なんで、投資郎の人は、そのまま、そうなんだって納得してください。ということで、うーは何かというと、二。法は、一、二、三、四、五、丸が五ね。で、これ、二っていう感じでございます。だーて、これ、暗算できるかな、みんな。暗算できるかな、暗算できるかな。まさがみはもうすでにできた。29画です。はい、ということで、29画出ましたー。ということで、これ、29画っていうのは、非常にね、微妙な数字でね、騎士といえば騎士ですし、今日といえば今日ですね。あえて、今回は、今日とか、騎士とか言いません。うん。何運かというと、地方運って言われるものですね。ということで、まさがみ流法は29画、地方運でございます！イエーイ！ということで、これどういう画数かというとですね、非常に頭脳が明晰で、活動力があって、行動力もあって、バチ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 いっちゃうタイプね。こういうタイプなんですけども、ただ、行き過ぎたりするんですよね。で、失敗する。やりすぎて失敗すると。だから、自分の身の程を知ってやってるうちはいいんだけど、それを飛び越えてやると敵が増えたり、自ら崩壊するっていうね。自分でちゃんと自分を自制していかなきゃいけない画数でございます。そういう画数ですね。こんな画数だったんだ、俺の画数ってなんですけども。どうでしょう？まあ、今度ね、そのうちまだ漢字の方の、占い師の方のまさがみ流法と、実際使ってるまさがみ流法のね、まあ、あと二つあるんですけど、まあ、そっちの方またね、機会があればやっていきたいと思いますけどもね、皆さんどうでしょうね、まさがみ流法。こんな感じになっておりますけども。やっちまった感じかもしれませんね。もっといい名前をつけようと思わないんですよね、やっぱりね。なんだろう。まあ、それが運命っていうのかな。運命には逆らえないのかな。でもね、運命には逆らえないかもしれませんけど、運勢は変えることができるんで。はい、皆さん、頑張って生きていったらいいと思います。ということで、今日はですね、まさがみ流法のハンドネーム占い、まさ
長見流法編でしたということで。それではごきげんよう、バイバイ。もしよ、ね、私、僕の私のハンドルネームを見ていただきたいっていうことは、もう遠慮せずに、もうこの下のね、あっちのコーナーに、コメントのコーナーに書いていただければ、順次アップしていくんで。ということで、大体まあ5分ぐらいで終わるんで、まあこれは、このシーズンはもう5分ぐらいにしようかなと思ってます。手短にパパッと言って終わる。もう、下手に10分伸ばしたらもうしない。うん。そういうことに決めましたということで。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。バイバイ。また見てねー。正神流法でした。